電球が好きになる動画第7部、始まるよ。ゲームの難易度ピークを駆け下り出したところからスタートです。この先、敵の強化より次期強化とステータス成長の方が早いため、もう適当プレイでクリアできます。あとはピーゲで精鋭を育てて、数機で突っ込んでボディぶっ壊すだけです。まずはお待ちかねの買い物ですが、手始めにキースをプリソメアボディにして、セットアップに戻ります。手に武器を持たないアルダーにインダスボディを渡しましょう。性能は変わらないので、無駄にしたくないですからね。ここで店長が酒田製品について言及しますが、これまでにも酒場でそんな話がちらほら聞けます。多分制御用コンピューターが怪しいと思うんですけど、ボディチェンジのついでに、全員にバルカンを配布。ただしこのままでは重量オーバーなので、盾を外します。ここでは4回13ダメージのマシンガンが買えますが、TA 育成を控えた今、最も重要なのは回数です。とはいえ育成まで 5×9 では忍びないので、バルカンをチョイスしてみました。とある腕パーツを買えるようになれば、片方は固定できるんですけどね。さあお買い物再開です。新ライフルはアイリスプー、型はスレイランチャー。スレイランチャーはガルバドス系で、発射や爆発モーションが変わりません。つまらないなぁ。プリソネアについては前回説明したのでカット。他のパーツは出力が低くてフル装備ができません。また、盾をフィアーウォールに新調。敵ランチャー対策だけはしっかりしときましょう。ライフルは今回で購入終了です。もうすぐピーゲが手に入るからね。スレイランチャーがデカすぎて、この向きだと顔が隠れちゃいますね。プリソネアがスリムすぎるのもありますが、かといって左設置だと戦闘画面で機体が見づらいのでこっち側のまま。戦闘ほとんど見ませんけどね。ヤンとアルダーは威力50の格闘アームアルペジオにチェンジ。見た目が完全にぶち込みスタイルじゃないか。ランチャーも遠距離担当以外、ショートが育つにつれ卒業していきます。というかショートが育てば、猛獣機も出す必要ないんだよな。8機まで減らしても良さそうです。フレデリック。アルダー。うっ、頭が。さあ準備完了です。大倉さん、OCU 最大戦力が来てやったぞ。今回は USM が誇る要塞と、大部隊にとって脅威である、長距離要塞砲の破壊が目的です。では要塞攻略へ、今の指令はキャンセルだ謎の脱走兵を確保するぞ。つくわ。ハッキングから爆弾、通信傍受まで何でもござれ。ハンス君はまるで真田さんみたいですね。おや、脱走兵はニルバーナ機関に所属しているようです。ん？ OCU パイロットのカレンを調べて行き着いた名前が、なんで USN の機関なんですかね？気な臭いってレベルじゃないぞ。ドリスコル君オフスオフス。今回は通信だけの出番だけど、調子どう？すでにヤンが出撃しているので、いつもの9機だけ選びます。いざ全機前進。このミッションは、最初の数ターン敵が動きません。兄弟感動の再会を邪魔したくないのでしょう。こちらにはそんな事情関係ないので、ちゃっちゃと距離を詰めて殲滅してあげましょう。では新装備、スレイランチャーの試写映像をご覧ください。ロングが高くない坂田でも40オーバー。ボールやハンスなら560ぐらいは狙えそうです。舞台の展開ですが、上と下から挟み込むように攻めていきましょう。ヤンは脱走機と接触するまでオートなので、下は彼女を追う形となります。
上は敵が怠けている隙に遠距離で突っつき、近づいて倒しながら、右のトラックを狙います。炎は上から敵本体に突っ込み、敵部隊を蹂躙しながら下のトラックを攻撃でいす。ベルヒカ、OCU 中間地で装備を新調していれば、このミッションは難しくありません。こちらの性能が非常に高くなっているのと、敵が急ごしらえの追走部隊のため、強くないのでしょう。ドロップアイテムがそれを物語っていますね。どれもこれも、名前は強そうなのに弱いものばかりです。ミサイラーとコマンダーも混ざっているものの、数が少ないのでパパパッと対処して、終わり。感動の再会、いいぞこれ。魔の使い方がヤンの感情を表現してていいと思った。ヤンの弟、イーヒン。さぞかし優秀かと思いきや、非常にパッとしません。今までの主力とバトンタッチできる要素は特にありません。顔もそう、平凡って感じですし、本当にヤンの弟なんですかね。ともあれ、無事再会できたのは喜ばしい限りです。イーヒンが生きているということは、カレンもきっと無事でしょう。なんだか無性に敵を殲滅したくなってきたぞ。これはモッツの分。デュエル第3号は逆さとなりました。グッドタイミングで行く。次ミッションは念願のピーゲ獲得。次さえ超えれば今無双して回っているホモのごとく活躍が可能です。坂田、ナタリー、キース、JJ、ポール、ハンスの6人が育成候補です。理由はデュエル獲得可能なこと。おまけでスイッチかスピードのどちらかも覚えられるメンバーです。ホモとヤンを合わせて8人。彼らが今後の主力となることでしょう。では敵部隊相当までしばらくお待ちください。お掃除完了です。そんなんじゃ甘いよ。しかし19と17で軍人とはたまげたなぁ。少年兵とかもいるので若すぎるとは言いませんか。なぜパッとしない遺品がスカウトされたのか。無論彼の腕前を期待してではありません。配属された兵士が行方不明になる？あ。モーリーは本当民間人代表って感じですね。そこがまたいいんですけど。ミッション14は15分26秒でクリア。お疲れちゃーん。ではグラさんに報告しに戻りましょう。わーい、駐屯地ら。まずはセーブセーブ、パワーを抑えてるか。ゲーム内時間は6時間20分。結構ブレが出てきましたね。高齢ステチェック。ショート916、アジリティ132や。このままだとミッション20行く前にカンストですね。ヤンはオートで戦闘に参加できなかったので300ちょいのアップです。大倉さん、大事の前の障子をこなしてきたぞ。あーやんちゃんかわいいんじゃあ、
そうだそうだ、こんなクソグラさん口とケツにぶち込んでやれ。凄まれてすぐに日和るオールバックのクズ。どないや。またのんけか、壊れるなぁ。2090年になっても電話のコール音は変わらないのか。俺の部下？一体何スコルなんだ。ここでプレイヤーに初めて、OCU と USN が裏でつるんでいることが知らされます。このハフマン島で起きている出来事は、そもそも紛争でも何でもない、ただの茶番だったのです。つくぁ。でかーい、説明不要。USN が誇る首都防衛の要、モーガン要塞だー。ただの監視所だった施設に、巨大砲を3つもぶち込んで魔改造したカークランド大佐オッスオッス。見た目といい、口調といい、まさに古式ゆかしい軍人ですね。そういうの、嫌いじゃなくってよ。ちなみに OCU 本体は大部隊だったので敵に発見され、高射砲撃たれて撤退しました。もう少しこう、かく乱とか、平等とか、頭を使って、どうぞ。いつものメンバーで攻略です。ただしここの敵はそれなりに強いため、このとヤン以外は不安要素だらけです。なので主力を二人に任せ、残りはトトを組んで進軍します。前期前進。予告通りホモとヤンを左の激戦区、その他は右ルートへ移動させます。右に配置されているのはミサイラー2機、アタッカー2機なのですが、配備が間に合わなかったのか、アタッカーの装備がぐっと貧相です。誰が相手になっても余裕で勝てるので、要塞砲処理もこちらのチームが担当しましょう。ヤンが来るまで待てばよかったのですが、処理を優先して反撃してしまいました。こういう時に限って胴体ばっかに当たりますね。このままじゃカークランドのランチャーで沈んじゃう。やばいやばい。よし、ちょっと予定を変更して坂田を左ルートの一人悟空にしよう。ヤンとホモはまっすぐ上を目指すので、坂田は一番下の要塞砲を狙って右折させます。どうせ要塞砲の命中率高くないから平気平気。パパパッと攻め立てて、終わり。さて、ドリスコルが置いていった坂田式三人衆ですが、いい装備してるので油断してると被害が出てしまいます。こちらのお掃除をやんではなく、坂田、ナタリー、キース、JJ に任せたところ。全滅しました。育ってないデュエルなんか当てにならないんだよラーン。なので彼らは要塞砲の処理を担当させ、ヤンのハードパンチとホモのバリバリバルカンで片付けます。坂田が要塞砲に狙われ、やっぱりロマン兵器には勝てなかったよ。結構距離がありますけど、たどり着けるんですかね。他のメンバーは作戦通りに動いています。やはり直前の予定変更はダメだな。ここで小型砲の相手などせずに、懐に飛び込めばよかったんだよなぁ。右はミサイラー撃破が終わり、弱いアタッカーだけとなりました。あとは要塞砲にランチャーを2回ぶち込めば右側のお仕事は終了です。坂田、君の無駄の尊い犠牲は忘れないぞ。一発ミスって倒し損ねましたね。ホモでこれですから、ヤン以外で相手するのは面倒な連中です。ゲゲー？カウンターの一撃でウアンを持ってかれました。おー強い強い。右も要塞砲攻略開始。ついでに小型砲も潰していきましょう。ホモがラストスキル。スピード獲得。発動するとマシンガンの攻撃回数が上がるため、撃破率も上がります。腕一本ながら、胴体にズバリぶち当てて撃破。では頂上で待ち構えているカークランド大佐のところに。行くぞ！
このステージ、実際プレイすると要塞砲より小型砲の攻撃がいやらしく感じるんですよね。当たると痛い上に、近接反撃までしてきます。かといってランチャーは温存しておきたいし、面倒なやつです。超アジリティの炎以外だとガリガリ削られます。こちらにランチャーを使って、要塞砲は接近で潰すのもありかな？要塞火砲もこのターンで全て倒せることでしょう。残るはお目当てのアイテムと、かっこいい大佐だけ。やったぜ。巨大砲は接近戦に弱い、はっきりわかんだね。さあヤンコもタイカークランドです。オモはピールを獲得しに行き、まずはヤンガを相手に出す。チュー、確定。さすが眼帯つけてる軍人は言うことが違いますね。ふう、疲れました。これにてフロントミッションクリアです。キャニオンクローはこの瞬間をもって、史上最強のバイパー部隊になる未来を確約されました。最強のパイロットはアルベルトだと思った。じゃ、カークランドおじさん、死のっか。デストロイナ、やっておしまい。スタン発動。やったぜ。本当は強い人なんですけどね。チタンにさえかかっていなければ。ミッション15は18分21秒でクリア。坂田以外は上出来だったな。ボーナスもたっぷりプリいただきました。では一旦駐屯地に戻ってセーブしましょう。装備したいものもありますからね。ぐへへ。わーい、戦略的撤退ら。といったところで今回は終了です。次回、坂田壊れる。それでは、お達者でー。